はい、どうも皆さん、こんにちは。イズイコです。それでは今回なんですけども、PayPay の支払い画面が回転、ウィジェット機能も追加、後半はキャンペーンのまとめということで、今回は PayPay に関する情報と、久しぶりのキャンペーンのまとめ動画ですね。まあ、早速お伝えしていこうと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは、行ってみましょう。 それでは早速お伝えしていくんですけども、まあ普段はですね、キャンペーンのまとめ動画の時は、先週1週間で起きた話題を触れて、それにプラスアルファで、動画の後半はスマホ決済のキャンペーンのまとめをお伝えするという流れになります。ですけども今回はですね、後半はスマホ決済のキャンペーンまとめ動画なんですけども、先ほどまあ冒頭にもお伝えした通り、PayPay、まあの最新情報がありましたので、こちらを先に3つお伝えして、その後にキャンペーンのまとめをお伝えします。もしですね、キャンペーンのまとめから先に見たい方は、ぜひ下の 動画のの目目次から飛ばしててていいいいたただもも結構ででですすすそれでは早速ペペイペイの情報なんですけど一つ目いきたいと思いまじゃんということで、スマートフォン上の画面が自動的に180度回転する機能が追加ということで、これどういうことかと言いますと、まあ、普段ですね、まあ、スキャンをして、バーコードスキャンして、そこから店員さんにいくらですよというのを見せたときに、まあ、あと支払うというボタンを押すと思うんですけども、その金額を見せる時の画面がですね、 店員さんに分かりやすいように自動的に狂って回るようになったんですよねで実際の画面遷移どんな感じかっていうのを見ていただきたいと思うんですけどもまず普段の PayPay、まあの画面を開きますでここのスキャンというところを押すとですねここでお店に置いてあるようなバーコードを読み取りますで実際に読み取って普通にいつも通りですね金額を入れて次へをタップしますいつも通りですね金額500円でしたら500円という風に金額を入力しまして ここで次絵をタップします。そうすると、こんな風にですね、まあ、500円という風に出てくるので、そうするとですね、くるってなんか画面が回ってですね、なんと、500円というのが、まあ、その提示するときのお店の店員さんに分かりやすいように表示がされるという機能が加わりました。これ意外とありそうでなかった機能ですよね。しかも、スマホ決済の中でもこの機能を取り入れたのは、PayPay が多分一番最初なのかなと思いまして、 多分この使用する自分らからしたら普通に500円を見せて、まあ僕もよくね、画面の向きとしたら店員さんにわかりやすいようにスマホをくるってこう回して、渡して、渡すというよりは見せてた時があったんですけども、今度からはそれをせず、もうバーコードでスキャンした場合は、もう自動的にくるって回るようになりますよということになるので、これはめちゃくちゃ便利ですよね。で、あとはこれで支払いができて、決済完了という流れになります。 以上が180度画面が変わる機能についてでした。で、次なんですけども、これは iPhone の方に関する、まあ、情報にはなるんですけども、まあ、つい先日ですね、iOS14 のアップデートがありまして、まあ、ここもありそうでなかった iOS14 より、ウィジェット機能が、まあ、追加になりましたよということになります。まあ、当んね、Android を僕、一番最初スマートフォン使い始めた頃は、ウィジェット機能が Android では結構ずっとね、早い段階からあったんですけども、iPhone にはずっとなかったんですよね。 で、その、ウィジェットとその PayPay ペイペイが対応することになりまして、まあその画面が実際どんな風になるのかということで、これが結構まあ便利そうだったので、ここもお伝えします。まずですね、普通の iPhone のホーム画面を開いていただきまして、左にスライドを押していただきます。そうするとですね、ここにまあいろんな選択画面が出てくるので、左上のプラスのマークを押していただきます。ウィジェットをどんな風なものを追加したいかというのがですね、出てくるので、もう早速ここに出てる PayPay ペイペイですね、ここをタップしていただきます。 残高支払いということで、残高の確認ができて、支払い画面に素早くアクセスができますということで、こんなパターンのウィジェットであったりとか、もう一つこういったちっちゃいタイプのウィジェットも追加できるようになりますで。試しにですね、ここの広い方のウィジェットをここを追加したいので、ウィジェットを追加というところをタップしていただいて、そうすると iPhone の画面にですね、ボーンとこんな風に出てきます。 まあ大体上2行と、まあ2行というんですかね。2コマと右いっぱい画面が出てるという感じで、まあ使い方シンプルで簡単なんですけども、ここのバーコードのところをですね、タップしたら、ここタップしたらすぐにもうペイペイのバーコードの画面にすぐに切り替わります。同じようにこちらのまあマークはですね、タップしたらスキャンするときの画面に切り替わるので、どちらかこう素早く立ち上げたいなというときはもう本当に一発のタップで開くので、これは結構便利な機能だなというふうに思いました。 で、同じようにこのちっちゃいタイプですね。この場合も同じようにタップしたらすぐに支払う画面が出てくるので。なのでね、まあ、普段の生活で PayPay をもうメインの決済方法として使ってる。なおかつ iPhone ユーザーの方であれば、もしね、iOS14 にアップデートできてれば、こういったウィジェットの機能でかなり素早くですね、PayPay で決済することもできますので、ぜひまあ追加して試してみるのもいいのではないでしょうか。 以上はウィジェット機能についてでした。それでは最後3つ目なんですけども、もうそのまま出てるので読みたいと思います。これ PayPay 銀行に関する情報なんですけども、2021年4月の5日、ジャパンネット銀行は PayPay 銀行へ社名を変更いたしますということで、まあ、これね、ちょっとずつまあ話題になってた情報ではあったんですけども、まあ、明確な日程っていうのが全然決まってはなかったんですよね。で思ったより多分これ、先延ばしになったイメージがあったんですけども、まあ、とりあえずこの2021年の 4月の5日から PayPay 銀行が本格的に始まりますよということになります。 で、それによってですね、まあこれ少し前の動画でもお伝えしたんですけども、今、ヤフー関連のサービス、まあそれが基本的にはもうペイペイに変わりますよということで、ここの部分ですね、銀行ということで、ジャパンネット銀行はペイペイ銀行になりますよということですね。まあもともとその2020年の秋以降順次ということだったんですけども、まあ銀行、ペイペイ銀行の場合に関しては来年からですよと,ということになりますね。まあだけど僕個人的に気になるのは、もうヤフーカードがそのペイ pp カードになるということになるので、まあ、それが発行される時のなんかこうキャンペーンであったりとか、その yahoo カードではなくて、paypay カードならではのこう。特別な特典とかあるのかな？という風に思うので、まあ、早くちょっとここら辺のカード管理はちょっとまた出てきてほしいなという風に思ってます。以上が paypay に関する3つの情報についてでした。それではお待たせしました。ここからですね。9月の21日から9月27日までの来週1週間ごめんなさい。今週1週間で開催されるキャンペーンのまとめサクサクとお伝えします。 まず一つ目、ペイペイからなんですけども、対象ストアのネット流で10%戻ってくるキャンペーンですね。これにプラスアルファでペイペイジャンボの全額戻ってくるキャンペーンも同時開催でございます。キャンペーンの日程は9月の30日まで開催中でして、まあ僕自身はですね、このキャンペーンで使ったのは出前館と、まあつい最近そのサンプル百貨店でも対象になったので、まあそこでもちょっと使ってます。 一部のネットストアが20%還元とかもやってますので、まあ、ぜひですね、オンラインで利用される方は PayPay 決済ぜひ試してみてください。で、次は PayPay と c o のキャンペーンですね。c o で PayPay を使ってコカ・コラシャー製品を買うとお得が続く4週間ということですね。毎週100円相当が戻ってくるプラスアルファ、c o で PayPay で決済するたびにですね、ドリンクのチケットかスタンプが当たるキャンペーンというのがやってます。これは9月の27日まで開催中です。 次は PayPay ペペと顔のキャンペーンですね。最大40%戻ってくるキャンペーンということで、まあ、今日はですね、結構 Twitter の方でもウェルカツっていうんですかね、ちょっと僕が住んでる地域にはないんですけども、それと組み合わせても結構お得に使われてたという方がいらっしゃったので、まあ、そういったところとも組み合わせても結構お得なんじゃないかなと思います。9月30日までのキャンペーンですね。次は PayPay ペペピックアップ最大30%還元ということで、まあ、これはね、ちょっと対象店舗がちょっと一部少ないなという印象ではあるんですけども、Yahoo! プレミアム会員は30%でそれ以外の通常の ペーペーユーザーの方でも20%戻ってくるキャンペーンとなってますので,、まあちょっとですね、お近くのお店がもし対象であれば使ってみるのもいいのではないでしょうか。こちらは9月の30日まで。次は d 払いですね。お買い物ラリーの街、もしくはネットのお店が対象ということで。 1>, 1店舗目であれば10%で2店舗以上クリアした場合は30%還元を受けれる、まあ、結構お得なキャンペーンとなってます、まあ、僕はもうこれですね上限に到達したのでもう使うことはないんですけどもまだ利用されてない方はですね、まあ、結構ネットでも、まあ、Amazon とかに関してはドコモ回線しか使えないんですけどもメルカリであったりとかネットの利用でも結構得得にできるのでぜひ使ってみるのもいいのではないでしょうかこちら9月の30日まで 次は楽天ペイですね。楽天ペイはこちらの最大1.5%還元のキャンペーン。これは常時開催でずっと今のところ合ってる状況です。で、a u ペイとローソンのキャンペーンですね。4%還元キャンペーンなんですけども、今のところこの終了未定と出てたんですが、公式ページにはこの9月の下旬に何かしらの変更があるかもみたいな、まあそういった情報も出てたので、まあここはまあ改めて情報が出ればですね、僕の Twitter などもしくは YouTube などで情報をまたお伝えしようかなというふうに思います。 次こちら、a u ペイ i ユニクロの20%還元キャンペーンですね。こちら、も僕もこれユニクロを今2回ぐらいこのキャンペーン利用させていただいてるんですけども、めちゃくちゃお得ですね、これも。ユニクロでも、まあ本当夏もうすぐ今本当ね、ここ最近寒くなってきたので、まあ秋、秋用の服であったりとか、もう来年の夏を見越して、 今のうちに夏服を買いだめしておくのもありだなと思って僕は一応夏用とそして秋用の服を今回は買いました一応今月いっぱいこちら9月の30日まで開催中でございますで、a u ペイと対象のスーパーで最大10%還元キャンペーンですねこちらも9月の30日までそしてこちらはつい最近スタートしたんですけども a u ペイとスキア中腕で最大20%還元キャンペーンですね こちら上限がですね500ポイントまでとなってますのでもし普段からですねスキアを利用されたりとか中を利用される方であればまあ上限は決まってるんですけども結構お得に食べることもできますので9月の30日までぜひ利用してみるのもいいのではないでしょうかで最後こちらですねメルペイのキャンペーンなんですけども密かにですね実は開催がされてますって全国のお店応援20%ポイント還元というキャンペーンですねでこのキャンペーンなんですけども一つ注意点がありまして ここのイラストのとこ見ていただきたいんですが、お客様読み取り式決済限定ということになってます。なので、コード決済、普通のバーコード決済ではなくて、読み取り決済が限定となりますので、ここは注意が必要ですね。なおかつですね、1回の支払いの上限が200ポイントまで、そして期間中の上限500ポイントと、あまりこう、まあ大きな金額ではないので、 もしですね、まあ、小学で普通に飲食店とかがこのキャンペーンの対象であれば、まあ、使うタイミングとしたらちょうどいいのかなと思います。なので、まあ、ちょっと気をつけてほしいのは、この上限プラス、あとは読み取り式じゃないとダメということ。 で、あとは、僕が住んでる地域でも、なかなかこう、福岡市内の方でも対象のお店が結構少なかったので、まあ、ぜひですね、メルペイのマップをチェックしていただいて、ご自身が住んでる地域が対象かっていうのをぜひチェックしてみてください。まあ、そんなこんなで今回は、先週1週間で起きた話題、まあ、今回はペイペイの最新情報3つということと、スマホ決済のキャンペーン、まとめを、まあ、後半にお伝えさせていただいたということでございました。まあ、先週か、もしくはその前ぐらいからね、なんちゃかんちゃこう、いろいろと話題になっている情報はあるんですけども、 まあそんな中でね、頑張ってこう企業さんがこんな風にキャンペーンを繰り出してきてくれてるので、また一週間結構楽しめそうだなという風にも感じました。まあ今回ですね、お伝えしたキャンペーンの公式リンクなどは下の概要欄に貼ってますので、気になる方はチェックしてみてくださいということで、また月曜日明日休みの方もいらっしゃるかと思うんですけども、お仕事の方は頑張って一週間楽しんでいきましょう本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました